し、はしご登るぞ。よいしょよいしょ。ちょっと待って、何の音？おい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 、なんで上から来るんだよ。え、どう、なん、ど、ど、どっから回ってきた。どっから、嘘、痛い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 。え、ああ、痛い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 。ちょっと待って、私がやらなきゃ。ほらほら、当たらなかった。いやいやいや、こ、こ、来ないで、来ないで、来ないで。あー、痛い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 、プッシュ。嘘でしょ。死んだ。イーサン、マジか、マジか、いや怖えよ。来るんでしょどうせ。なんで屋根裏のさ、逃げろっていう指示マジ合ってたのこれ。ピンチ中のピンチ中のピンチに落ちるんだけど。私は期待されてる。ちょっと待って、ちょっと待って、リロードして早く。ほら、よしよし、リロードリロード。え、どうしたの、もう。おお、大丈夫。え、おい、大丈夫か。死んだ、死んじゃった。回復しよう、回復。倒したようですね、どうやら。おお、おいおい、何、何が起きた。え、おい、や、怖い。家族へようこそ。それはちょっといきなり来るからな、背後から。引きずられてる、なんか。え、あ、ミヤとイーサンどっか連れてかれてますね。びっくりした、マジで。いきなり親父に殴られたんだけど。起きてよ、まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。おお、お、誰誰誰。え、手が戻ってるよ、手が、手首が戻ってる。どういうことだ。手首を騙してくれた人が他にいるってこと。ゾイってやつかな。さっきの声もゾイっぽかったし、まだやってもらうことがあるって言ってたよね。ここはどこなんだ。うわ、どうなってる。ようやく起きたの、ネボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。おい、投げてくんじゃねえ。ミアはどこだ。え、食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。なんだこいつ、何やってんだい。おお、何すんだよ。ちぎっちゃったよ。な、何してる親父。なんだよ、好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんだ。あ、オッケーオッケー。さあ食うんだ、ちゃんと食わんといかんぞ。なに、なにこれ、これ、なんだよこれ。なんだい、このクソ野郎が吐きやがったよ。ジャック、こいつ吐きやがった。うるせえぞバレット。せっかく作ってやったのに。なにこれ、なんだい、吐きやがって。あのクソ野郎許さないよ。なにこれ、せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。それにはとっておきのごちそうだ。なに、それ何、わかるか。わからないよ、おっさん。ちょ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 、痛い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 。おっさん、おっさん、なに、なにすんだ、なにすんだよ、おっさん。さあ行くぞ、さあ行くぞ。なに、やめてやめてやめて。ちょっと待って、くそ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。んこんな時に、くそだ。警察、すぐ戻ってくるから。なに、戻ってこなくていいんだけど。ばあさんがいるな、ばあさん。ばあさんはずっとぐったりしてるけど。何これ、どうしたらいいんですか。
動ける動ける、なんか縛られてんのかな椅子とかに。え、なになになに、一応椅子から抜け出せたのか。あ、銃がなくなってる。いや、なんだよここ。暴かれ深淵。ああ、なるほどね。ちょっと新聞。ルイジアナで男性3人行方不明。あ、さっきのインターネットで配信する動画撮影のため。なるほど、さっきの映像の3人組のことですね。いなくなっちゃってんだやっぱり。なんかある。あ、ハンドガンの弾がある。ただハンドガンがなくなっている。これはなんだ。え、何これ。なんか使えるのかな。なんかギミックがあるのかな、この時計。覚えておこう、時計ね。何もないと。何これ。メモね、なんかの。これ見ると一般的なね、普通の家庭のように見えるけど、どっかでおかしくなっちゃったんでしょうね。あ、まだこっちの冷蔵庫は、まだマシだね。糸引いてないから。あ、まだこっちの方が綺麗だね、この、こっちの方がね、この部屋のが。違う、なんだ？一家から逃げるっていうのが目的ですね。何もないと。あ、これなんか下に行けるのかな、これ。一通り探索終わったら下に行きましょうか、じゃあ。何これ、靴？エブリン。エブリン。誰、エブリンって。エブリンの靴があります。こっちは？ん？ハーブ。お、ハーブといえば、バイオハザードシリーズでおなじみの回復薬ですね。ここはなんだ？おい、いたおいおい、いたぞ。ごめんごめん、ごめんね。逃げるつもりなかった。いけねえ、あっちは怖くて。急に出てくんだもんな。鍵かかってんのか。あ、ここは、あれ？あれ、ばあさんいなくなってる。ばあさんどこ行った？ばあさんいなくなってるぞ。これ、こっちは無理そうだから。まだディナーが終わってないのに出ていくつもりか？これこれ。そんなとこに隠れてたか。え？あ、痛い！ね、どうしたらいいのこれ。うわぁ、捨て。ちょっと待って、ごめん。ちょっと待って。ごめんね。走って逃げるよ、俺は。追いかけてくれる。あ、何？いや、強引すぎだろ、それは。逃げたって無駄だぞ。ちょっと言われましたもん。ごめんなさい。どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？ごめん。あ、痛いから、本当に。勘弁してください。ちょっと待って。動くんじゃないぞ。いや、動くよ、そりゃ。だって。怖いんだもん、だって。よし、こうやっていけば。頭脳プレイ。はいはい、頭脳プレイ。これは完全に巻いただろう。床下への鍵。ゲット、床下への鍵。これ何、ここの。また変なギミックあるな、これ。とっととくたばりたくない。え、何？いる？床下に行くしかないんだけど。行かれた夫婦。ふてぶてしい顔つきだ。家族写真が置いてありますね。誰だこれは。お前の匂いがするって言われてるよ。どこいる。いた。床下に行きたい。床下に。ここか。床下の鍵。危ねえ。なんとか逃げ切ったぞこれ。楽しくてやめ
いやいや、行かれてやがるぜ、マジで。クレイジー野郎だぜ。ああ、怖え。はい、なんとか床下に逃げれたということで、こっちかな。開いたかな、完全に。怖かった。いや、あの親父に会いたくねえな、もう金輪際。ちょっと、ハンドガン欲しいんだけど。なんか音するよ。アンティークコイン。何もないですね。どこに抜けるんだろう、ここ。進んでいくと。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。お？え？登れるのかな、ここ。あ、登れるね。またお家の中に来ました。あ、セーブポイントある。よーし、安心。あー、セーブポイント気持ちいいわ。いや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 、というわけでね、やっていきましょうね。え、セーブポイントから復活して、見取り図あるね。あ、これで地図が見えるようになりました。ランドリー。ここ選択する場所かな。おう。あ、アイテム預けるとこね。まだそんなアイテム持ってないから、預けるほどないからね。これなんだ？凄まじい悪臭だ。あ、洗濯物か。なんかないかな？武器が欲しいんだけど。薬液、ハーブ、クラフト。あ、ハーブとこの薬液か、薬液っていうか、薬液とハーブでこの回復薬ができるんだね。オッケー。こっちかな。こっちっぽいね。鍵を外した。また電話鳴ってる。あ、ここに出るの？電話？電話ってさっきのとこか。オッケーオッケー。何ですか？ゾイかな？よくやったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何だ？やっぱゾイだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。メインホール。あと、売れるのはコデックスっていうの。コデックス。なくさないで。大事なものだよ。あ、手首めちゃくちゃ縫われてるね、強引に。いかつく縫われているね。メインホールからと言われても、メインホールってどこだ？あそこか。鍵がいるっぽいけど。どうすりゃいいんですかね。あ、なんだ。なんか開くのかな、これ。開くっぽいね。キーピック。何に使うの、キーピックって。簡単な鍵穴をこじ開けられる器具。なるほど。鍵穴ね。ってことは、そこのホールのところ負けれるのかな。ちょっと試してみるしかないよね、一体ね。一旦ね。親父いないよな、親父。ほんと怖いよ、マジで。ここか？鍵穴見当たらない。これか？ここでは使えない。え、どうすればいいのこれ。なんかはめ込むのか、この溝は。それが見つからないといけないということか。マジか。どこにあるんだろう。なんかないですか。探すしかないのかな。これは、あ、さっきの写真か。どこかにヒントがあるはずだけど。またまたこの部屋に来ちゃったね。誰もいないことを祈るけど。
またトントンしてるけど。おいお前、おいお前、おいおい、こっちだ。誰かいる。開けて。おい頼む、助けてくれ。ちょっと助けて、落ち着いて。警察が来てる。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が、そうじゃない、違う。助けて、警察だよ。実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。何、俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。警察、さっきも言ったがこの辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないと思う。めちゃくちゃ疑われとるやんけ。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。ガレージね、オッケー。その銃を貸してくれ。貸せるわけねえだろそれは。さすがにどうかしてるんじゃないかな。あ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。お、お、乗ってきた。ポケットナイフだって。ああ持っていけ、これで十分だか。十分かな。ガレージ行け。まあまあ、ないよりましたけど、ありがとう保安官。ないよりましたよ。さあ本当に、うん、ナイフでどうしろってんだ。本当だったらロケットランチャーを消耗したいんだけど、どうしろっていうか、まあないよ。ほらこれができるわけね。ガレージどこ。こっちか、ガレージって。ハンドガン、まあだからハンドガン、肝心のハンドガンがないんだけど。ガレージ、オッケー、見えるよそれぐらいは。いや、あの保安官やられたりしないよね。何これ、ナイフで切ってパカッと。ほら、こういうボタンって押しちゃっていいのかな、勝手に。ああ、いたいたいた、意外と開くじゃん。通電しておるな。いたいたいた。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が、あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ、答えろ。しまったしまった。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。あ、後ろがいる。スコップでそんな行く？がっつり。嘘でしょ？嘘でしょ？仕方ない。お前も殺してやるとしよう。ほら。あ、痛い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 。お前、この野郎。お前に殺されても、俺は何とでも生き返ってやるぞ。死ぬか、このバケモン。やめて。ハンドガン。ハンドガン拾おう。ヘッドショット、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 弾の無駄だ。ヘッドショット、マジでヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショット。なんで死なない、なんで死なない、なんで死なねんだよ、なんで死なねんだよ。いやいや、10発食らわせたぞ。全部ヘッドショットだった気がするけど。だってガード、怪我したようだが大丈夫か。お前の中身を俺は見たいんだよ。中身見たいだろ。してるよこれ。ちょっとナイフにしたいんだけど。これで装備変更できるわけね。ちょっとなんかアイテムないの、他にないのか。弾とかないの。弾とか保安官よ。車のキー。年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。ちょっと待って、車のキー。オッケー。行くぜ。あ、ちょっと待って、俺が運転してやる。何を言ってるんだ。おら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 。ぶっ壊してる、ぶっ壊してる。おい、車ぶっ壊してる。オープンカーになったぞ。オープンカーになったぞ。オープンカーになったぞ。さっさと逃げた。ちょっと待って、嘘でしょ。いやいや、そんなこと、いや、引き殺さないで。ほうじゃないよ。いや、行かれてやがる、こいつ。完全に行かれてやがる。行かれてやがる、行った。死んだ。マジかよ、行かれてやがる、こいつ。
いやーこのイカレ野郎には勝てねえぞ。これスキップできないのか、いちいち質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。来てる来てる来てる。シャッターを閉めるんだ。やめて閉めるんじゃない。ああかわいそうに。まず銃を取って。え、仕方ない、お前もここで殺してやる。火を取り、車に乗るぞ。これほら車乗れるぞ。これよし、突進だ。ほら当たんなかった。待って、車の運転がむずい。ほらちょっと当たんない当たんない。当たんないんだけど。ほら当たった当たった。これは結構でかいだ、ダメージ。いいぞいいぞ、もっと来い。こっちか、逆だ。よし行くぞ、まっすぐ。ほらどこだ、いるね。ほらー次はどこだ。あれいなくなった。あれどこ、ええちょっと待って、くそ。おい、これどうすんの、どうすんの。おい見つけられてる。いや怖い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 。いやドライブしたくないお前とは。うちょっとなんか終わりにしよう。俺何これ、え何を。いや突っ込みたくない、それは。いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。やだ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 、やめろ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 。いってえ、生きてた。あ、よかった。笑ってる笑ってる。こっちがやられてんのか、そっちが。よかったよかった。そういうパターンね。ああよかった、銃使う必要なかったんだ、逆に言うと。あ、燃えた燃えた。え、危ねえ。なんとか倒したということでいいのかな、これは。いや、お、生きてるやんけ。おいおい、何しやがる。どうしてくれるんだよ、このクソ野郎めが。なんかクソ野郎めがって、お、怖いんだけど。うわわ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 。どうしたどうなったどうなった。え、あいつは、おっさんは、おっさんどこ行った。え、これじゃないよね、おっさん。え、これ、え、おっさん、これ、え、終わり行ったんじゃ。あった？回復薬発見。あ、よかったー。あ、こ銃の弾あるし。よいしょ。で、このとこさっさとさらばして。行こう。やっぱ痛い痛い痛い。しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。え、なになに？それ自害？自害されたのか。もうおさらばだよ。もう怖っ。これなんだ。よいしょ。あ、なんかある。あ、これなんかはめれそうなやつじゃない、これ。ほらさっきあの扉で開かないとこあったよね、あのメインコール。そこの鍵じゃないかな。なんか開いたね。結構苦戦したけど倒すのに、あの車乗れればねいいってことに気づいてよかったです。行きましょう。
ジャンプ。ああ怖かったマジで。あここね、さっきのガレージのとこね。警官に悪いことしたけど結局ね銃は手に入れたということで、まあよしということで、あのメインホールの鍵のとこ行ってみましょうかね。じゃ あちょっと待って、こっちになんか鍵のマークあるんだ。これキーピックで壊せるんじゃないかな。あ回復薬ラッキー。キーピックが使うとなくなっちゃうのかな。ショットガンの弾ね。ショットガンもあるってことか。じゃあなんか従来のバイオハザードと違ってゾンビがうろうろしてるわけではないですね。誰もいないかな。一旦あの親父は死んだのかな。もう出てこないことを祈るけど本当に気持ち悪いからね。あれね、これなんかこうするのかな。これ意味ないね。こうしたここですね。よいしょ。使えない？あれ？ちょっと、あいて、あ、こっちだ、こっちだ。びっくりした。あ、いた、いた。どこにでもいる？何？どこにでもいるって。